どうも。グッモーニング。はじめまして。どうも。おはよう。氷の旗ギフトメンバーランキング、最近好きになって初めて見に来ただってありがとうございます。嬉しいです。うれぴー。オッケー。めっちゃ落としちゃった。昨日紅生姜の天ぷら食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。食べてるとこ久しぶりに見た。うほ、うん、紅生姜の天ぷら町田で買ったって言ってた。紅生姜が美味しいよ。うん、ラーメン食べたい。めっちゃめっちゃ今日暑いよね。暑いとラーメン食べたくなりますよね。ラーメン食べたいな。ラーメン。みんなかき氷食べてるって。え？やっぱラーメンっしょ。かき氷よりラーメンっしょ。冷やしラーメン？ありえない。熱々のラーメン食べたい。ラーメン屋3年以上行ってないのって。えマジで。おお、外れちゃったよ勝手に。ラーメン食べたい。カップラーメンですか？だって。え？カップラーメン？
ラーメン屋さんのラーメンです、うん、ぬりぬり。ちょっとね、日焼け止めね、使わなすぎてマジで減らないから、さすがに今日はねマジで暑いから塗ります、うん、そう、可愛いと思って買ったんだけどマジで減らなくて、まだだってめっちゃあるもん、5月ぐらいに買ったのに、うん、首とかにもね塗るんですよ。ラーメン二郎はラーメンじゃないって言われてますって、え、聞いたことないそんな説。初めて聞いた。たまごっちなう、うん、ラーメン食べたい。今ござるっちです、たまごっち、うん、10時20分私はもうルイボスティーがめっちゃ好き、マジでルイボスティー大好き。もう最近ずっとルイボスティー買ってる。今日も顔が可愛いだって、え、ウケる。今日もいつも可愛いっけ。髪の毛かわいい、ありがとう、嬉しいわ、そんな褒めてくれて。うん、今ね歯の裏にねゴマが詰まったよ。どうにかして取りたいんだよ。うん。取れた。ずっと気になってた。
白 T 似合うね、だってありがとう。でもこれすごいおしゃれなんだよ、いっぱいついてる。これがひらひらがいっぱいついてんの。ちくわ好きなの？なんで？なんで？ちくわ好きじゃない。こんちくわ。内巻きがいいな。だってそう、最近ずっと内巻き。この前、一昨日かな、トークショーの時にめっちゃ久しぶりに外跳ねしたけど、ちくわの CM 来た時に今のとこ切り抜かれて拡散されましたって。ちくわ好きですよ。昨日もちくわ食べた。紅生姜の天ぷらとちくわのチーズの天ぷら、天ぷらっていうかチーズのやつ、チーズのちくわ。うん、美味しいよねちくわ。で、内巻きハマってます。なんか収まりがいい。外羽ねマジで最近あんましないね。マジ内巻きだね。最近会えてないだって。え、会いましょう。内巻きか伊達巻きだよね。だって伊達巻きって何？うーん、あー正月入れてく卵のやつ、あー美味しいよねあれ、美味しいあれ、ラーメン食べたい。ラーメン、ラーメン、ラーメン。またさ白い服着てるよ、ラーメン食べるっていうのに。ラーメン、ラーメン食べたいと思う時っていつも白い服着てんだよね。なんで？紙エプロンもらおう。だってもらえるかな。最近塩ラーメン食べてる？だって塩ラーメン
食べてないかもね、うん、ね、カムクラ食べたよ最近。カムクラ食べた。カムクラって何ラーメンなんだろう。あ、美味しいよね本当にカムクラ。最近ハマってるカムクラに。一蘭も食べた。この前公演終わりに下口さんと一蘭食べて、なんだっけな、早く仕事が終わった時、最近カムクラ食べた。うん、カムクラ醤油ラーメンかな。だって本当？じゃあ私最近醤油ラーメンめっちゃ好きなのかも。醤油ラーメンが でも塩ラーメンも食べたよこの前。ラーメン結構最近食べてる、うん、辛いラーメンはあんま食べたことない。なんか辛いのがねちょっと苦手説あるんですよ私こう見えて、うん、てか辛いラーメンにはあんま挑戦したことないね。でも乳担々麺が食べてみたいんですよ。ラーメン、まあ、担々麺なんですけど、乳担々麺っていうのがなんか神奈川県の川崎のソウルフードなんですけど、めっちゃ食べたいの乳担々麺を。うまいよ。だって、食べたい。スーラータンメン食べてみたい。スーラータンメンなんてどこにでもあるよ。スーラータンメン、氷の旗ギフトメンバーランキング現在19位。え、これ何がもらえるんだろう。31のギフト券かな。そうです。だって、あ、そうなんだ。カップアイスギフトメンバーランキング84位だって。ランクイン頑張れ。だって私が頑張ったらランクインできんの。これこれ私が頑張ったらランクインできるやつ。え、でも大丈夫、アイス自分で買います。うん、アイスは自分で買う。うな
ぎはだってうなぎ食べたい。お代理ラーメン店連れ回したいよ。だって怖い、連れ回される、連れ回されちゃう。うなぎボーンって最近食べた？だって食べてない。週末のお話し会の服は決まったの？決まってない。どうしよう。まあ別にそんなどうしようってほど悩んでもない。話し会楽しみ。それな、陽気で安心してる陽気です。陽キャ。陽キャ、陽キャとは違いますね。私だって私陽キャでも陰キャでもない。陽キャ、陰キャ、普通キャ、普通キャです。うん、普通ではないと思う。特別ってコメントきた。普通ではないと思う。特別。マジで。プレシャス。どうしよう、ショールームしてたらなんかあんまりラーメン食べたいと思わなくなくなってきた。なんかすいません、だって謝罪。諦めないで。だってそう、用事あるのでお先に失礼します。リ、なんか霜降り明星さんのさ YouTube 最近結構見てんのね。なぞなぞとかあったやったりしてるから、その中でサイコパスクイズっていうのがあって、サイコパスクイズやりたい。例えばサイコパスクイズだったら、なんかよくあるクイズでさ、なんか自分がなんか
の家のベランダに出たら知らない人がなんか事件を起こしてて、それを自分が見てしまって、その後にこうやって指差してきたんですって、その人が。それはなんででしょうっていうクイズ。なんでだと思う？次はお前だの合図じゃないの、違うんです。お、何回か確かめた。あ、そうです、正解。正解というか、そうあれですよ、警察には言うなよって意味ではないんです。こうやって回数を数えて、そうこうやって回数数えて、その目撃した人が何階に住んでるか数えてた。そう、これがサイコパスな人の答え。かわいいだって、ありがとう。そんな答え出てこないよ、だってそうだよね。お代理はサイコパスってことに。違う、私はこうやって指刺されたのなんででしょうってやったら、その人はアイドルでレスをくれたって思っちゃった。あは、つねびとってこれなんて読むの？常人？これなん、常人って読むんだ。常識のある人、あ、私のように。り、つねびとかっこいいだって。え、ね、つねびとっていうさ、キャラクター作ろう。つねびとくんって、つねびとってかっこよくない？待って好きな名前ランキング1位かも。つねびと、小田つねびとくん、はじめまして、小田つねびとです。つねくん、つっくん、つねくん、つねびとくん。え、つねびといいね。つねびとええな。
つね、つねちゃんって呼ばれるだって。つねビームやってよって、つねビーム出してくれよ、いつもあれやれよつねビーム。あと最近見た YouTube は必須公文、芸人さんのお母さん必須公文、なんでお母さん必須公文っていう動画見ました、昨日寝る前に。それ好きだってね、ちょっと見入っちゃった。そう、あとマッチングで会った女の子が思った以上にボーイッシュだったっていうジェラードンさんの動画も見た昨日。ジェラードンさんの動画本当面白い、うん、面白いし、あとはニュージーンズ見てた昨日。もうニュージーンズが好きすぎて最近ね、みんな可愛いし曲いいしダンスいいし、ニュージーンズは最初ミンジーちゃんが可愛いなって思って、えってすごい可愛いって思って、ミンジーちゃんと思ってニュージーンズ見てたらみんな可愛いし、ダニエルさんが最近めっちゃ好き、うん、ダニエルさんがたまに本当に浜辺美波さんに見えて、そう、あ、やっぱこういう感じの子が好きなんだなみたいな自分が思った、うん。じゃあそろそろ配信終わりますかね。皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。今日は暑いので熱中症に気をつけていきましょう。ではでは最後におランキング読みます。いきます。13位ファデル、12位タニタニ、11位リン、10位 YK、 9位ワイセナさん、あとアイラーメン、8位ムラッペ、7位武田だけ、6位筋肉愛好家、5位秋門太郎、4位直樹、3位 KLOO、 2位ボマ、そして1位はマッカーシアとおだし、ありがとう。はい、ということでじゃあ本日の配信はこれで終わりたいと思います。見てくれてありがとう。バイバーイ。